はい、続いていきます。アンチコメントとこれは受け止めなければいけない意見だと思うコメントの違いはどんなところから感じますか。これも簡単です。言葉遣い。ああなるほど。内容別に同じでもいいんだよ。ナルシストとかって別に言われてもいいんだけど、ちょっとカッコつけすぎじゃないですかって言って答えやすいよね。 なるほど。いやでもなんかね、僕はそのアンチがあんまり湧かないんですよ。あどっちかっていうと東亜区ってすごいアンチに悩まされた時期とかも あるんだけど、うん、まあ僕にもないわけじゃないんですが、はい、そんなあんまりなんか訴訟せなみたいなアンチは本当になくて、おかげさまでね、はい、ただその言っちゃっていいこの際、はい、この前さワンピースカード開封会、はい、あれ、ね、結構アンチ来たんですよ。まあ、どんなアンチが来たかって言ったら、カード買い占めすんなとか言うんだけどあのさ、2カートも買って買い占めって言ったらさ、日本国内どんだけしかないん？なるほど。って思わないですか、はい、しかも事前に予約できる可能な分で予約して買ってるのに、ね、発売後に買えなかったやつらが、うん、負け惜しみ落つっていう、だそういうことが、もう大人なんで一時イライラもしないんだけど、はいはい、子供も欲しいから、うん、そんなに買い占められるとちょっと悩ますとかっていう言葉遣いだったら、うん、まあ、そう見えなくもないかと、こっちはルールを守って買ってるんだけどそこはごめんなって言えるんだけど、うん、なんか買い占められるとテンション下がります。お前が買えんかっただけやろと。そんな世の中ってそうや。例えばなんか、うん、ジャニーズのチケットとか、僕らビーズのチケットとか、はいはい、好きなフィギュア、買えないことあるよ、そんなの。ありますね。そう、でも買えた人に妬むって違うくない？それ違いますね。それがなんかダフ屋から入手したとか、うん、違法なことし入手したらダメよ。うん、でも、正規のルートでちゃんと予約して、規定分だけを購入して、貯めて貯めて一気に開封することに関して何がダメなの？もうずいぶん前から連絡しましたもんね、うん、だからそれって怒りの矛先向けるの違うくない、うん、そうやって買った僕じゃなくてそんだけの数量しか作ってないメーカーに対してクレーム言うべきでしょそうではある。そうだよね、はい、メーカーがこんだけでいいだろうって思った分よりも需要が多かったわけでしょ、うん、じゃあメーカーに言ってよ。買い占める人もいると思うからもっと作ってよっていうのは僕がコントロールできることじゃない。例えばね、一つの店に対して10カートン入ります。そのうちの8カートン僕は買い占めちゃいましたったら買い占めじゃん、はい、でもそっちいろんなショップに予約して2カートン仕入れたことによって僕なんか迷惑かけてます、あなたにっていう。まあまあまあ、まあ、でしょ。そうですね、うん、そうだからその分からない人は聞いてくれたらちゃんと答えるんですよ、はい、でも一方的になんか犯罪者だみたいな言い方で来る人は想像力が足りてなさすぎる。なるほど、うん、だ本当になんかいちいちイライラもしないんだけど、はい、もうちょっとなんか世の中のこと分かってから発言をちゃんとした方が良くないっていう。そうですね。そうでどうしても僕に言いたいことがあったら DM 送ってきたらいいじゃん、うん、あの会社のホームページにメールアドレスもあるからそれに意見したらいいじゃん、うん、っていう風に僕はちゃんと思うんだけどね。なんかその場のなんか悔しかったノリだけであの発言したら多分どえらいに多分合うよ。なるほど。すごく思う。はい。そうだからなんかアンチコメはウェルカムなんですよ。なるほど。ただその言い方、うん、なんか例えばそのトワークの容姿をいじるとか笑い方がとかなんかワンピースにもっと敬意を持ってくださいとかそういうのもすごい初期のこと聞いてたけど、うん、それは直せれるけど。そうですね。見た目がとかさ、なんか態度がそれ別に個性の一つじゃん。なるほど。それはなんかとにかく言われる筋はないのっていうか、アンチコメは容赦なく消し去って二度と表示させないにするから。なるほど。そのアンチコメントが否定的コメントをしてる人は、うん、してる気に毎回なってるけど俺らに一切目にくれず消されてるから、ね、はいはい、オツっていう感じ。聞き手の質問の50倍ぐらいの尺使って返してくれる。いや多分ね、あのコヤちゃんクール見てる人はウェルチーズのマジでいい人ばっかなの、はい、だからこういうことを聞きたくても聞けなかったんじゃないかと思って。ああなるほどね。アンチコメについてやっぱそのアンチコメって僕らじゃなくて意外にそれ見てるコエちゃんクルーも傷ついたりするのね。なるほど。そうだからそういうことで対策してくれないんですかっていう、うん、目に触れないようにってことを多分みんな思ってると思うから、うん、ちゃんとこの場を借りて言っとこうと思いました。なるほどですかね。はい、ありがとうございます。はい、とんでもないです。